はい、皆様お久しぶりです。こんばんは。超びっくりした。年末になりましたので、ちょっとですね、いろいろ忙しくなってきました。動画アップの方はちょっと、ぼちぼちになると思いますが、よろしくお願いいたします。最近は立場が逆転して、マロンがベガを追いかけるようなそんな感じになっております。はい、ここからは韓国のプルダックポックンミョ、かける2倍を食べていきます。ご覧ください。よろしくお願いします。はい、こんばんは皆様、プルダックポックンミョ、かける2倍、出来上がりました。まずは妻にちょっと食べてもらおうと思います。この量ですね、食べられたらということなんで、あんま無理はしないようにと言っております。では食べてください。どうぞ。辛い辛いが先ですか、うん、痛いとか痒いとかまだ食べられそうですか。無理しないでください、うん、ギブありです、うん、辛いのと痛いのと両方、うんで一番辛いと言われているプルダックポックンミョの2番目に辛いやつですね。一番辛いのは出ないんですよね。今と見つけられなかったです。はい、これから、妻の食べ残しの方、これがメインの方を食べます。ではいただいていきます。もちもちして美味しいですが辛いです特訓ミョシリーズはいっぱいあるんですけど、これが2番目に辛いやつですかね。ノーマルのポックンミョとこの2倍のポックンミョと、自分が知ってる限りでは3倍のポックンミョが、一番辛いです。前回食べた時は鼻水が止まらなくて涙が止まらなかったんですけど、今回はそんなことないですね。非常に美味しく食べれます。どうですか今の感想。もう涙も口の中がひどい。まあ、前回自分は水は飲まないでやったん食べたんですけど、今日も水なしでいこうと思います。とびっきり辛いですけど、もちもち感があって麺自体は美味しいです。あえて具は全部入れないで、何も入れないで、中に火薬が入ってたのでふりかけみたいなのを入れて食べました。じゃあこれで最後の一口になります。はい、はい、ごちそうさまでした。おお、超びっくりした。あ、すごい。
投稿スピードの方はちょっと落ちると思いますが、これからもよろしくお願いいたします。まあいろいろとまた、騒がしい世の中になってきましたが、皆様も、元気でお過ごしされることを、心より、お祈り申しております。ではおやすみなさいませ。失礼します。